反日を煽ったつもりが返り討ちにあった警告人記者、その質問内容が話題になりました。映画界では知らない人はいないと言っても過言ではない人物、ジョージ・ルーカス。代表作のスター・ウォーズは日本でもかなりの人気ぶりを見せています。その作品の素晴らしさに世界からも称賛の声も多く、2024年には監督を務めたジョージ・ルーカスが映画祭で脚光を浴びることになりました。しかし、あるインタビューで警告人記者が日本ではこの作品が批判されているのだと発言。しきりに日本と作品を批判する警告人記者に、警告人には一生わからないとジョージ・ルーカスは激怒したのです。ジョージ・ルーカスが警告人記者を絶句させた反論の一言とは一体どのようなものだったのでしょうか。今回はジョージ・ルーカス監督がコメントを残したインタビューの様子と、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までお楽しみください。SF 映画界の革命家、ジョージ・ルーカス。脚本家、プロデューサーとして知られるジョージ・ルーカス。カリフォルニア州モデスト出身の彼は、スター・ウォーズやインディ・ジョーンズなど、数々の有名作品を世に送り出してきました。そんな彼は幼少期、意外にも機械や車に興味を抱いていたようで、当初はカーレーサーになることを夢見ていたといいます。しかし、1962年に交通事故で重傷を負ったことをきっかけに、泣く泣く夢を諦めることに。その後、南カリフォルニア大学の映画学部に入学し、映画制作に本格的に打ち込みます。特に撮影技術に対する熱意で注目を集めていたルーカス、現在の映画の音響技術の進歩やデジタル映画制作の先駆者とも言われています。特に1973年公開のアメリカングラフィティはルーカスにとって転機となる作品となりました。1950年代から60年代にかけてのアメリカの若者文化を描いたこの作品、登場人物たちが深夜の街で繰り広げる一晩の出来事を通じて青春の一瞬を見事に捉えた点で高く評価されることとなりました。そしてこの映画は低予算で制作されたことから興行的に最も成功した映画とも言われたのです。さらにこの作品はルーカスの自伝的な要素が色濃く反映されていることでも注目されました。この成功が後にある壮大な宇宙冒険映画の制作に乗り出すきっかけとなります。その作品こそが1977年に公開されたスター・ウォーズなのです。壮大なスケールのストーリーと革新的な視覚効果を駆使し、これまでにない宇宙戦争の世界を見事に描き出しました。スター・ウォーズの登場によりルーカスは SF 映画の歴史を塗り替え、映画制作における特殊効果技術の進歩を加速させたのです。スター・ウォーズシリーズの成功に続いて、ルーカスはもう一つの代表作であるインディ・ジョーンズシリーズの制作にも携わります。彼はスティーブン・スピルバーグと共同でこの冒険映画を生み出し、1981年にレイダース失われたアークを発表。この作品もまた大ヒットとなり、その後インディ・ジョーンズ魔球の伝説や最後の聖戦といった続編が制作されました。インディ・ジョーンズのキャラクターはアクション映画の象徴的存在となり、現在でも多くのファンを魅了し続けています。その後もルーカスはまたデジタル技術の革新にも熱心に取り組み、1990年代後半から2000年代初頭にはスター・ウォーズシリーズの新三部作に取り組みました。この新シリーズでは最新の CG 技術を駆使して壮大なビジュアルが実現され、映像技術の可能性を大いに広げることとなったのです。完璧主義でありながらも柔軟な面があり、周囲の意見や技術の進歩に対しても柔軟に対応する姿勢を持っているルーカス。彼の果敢な挑戦とビジョンはエンターテインメント業界全体を進化させ、未来に向けた新たな可能性を切り開いたと言えるでしょう。映画界でも重要視され始めた新たな考え方。ルーカスの活躍がますます期待されている中、映画界においてある問題が話題になりました。作品の内容や制作過程、キャスティングにおける多様性と包括性を重視するポリティカルコレクトネス、略してポリコレという考え方です。人種や差別、宗教などの違いから生じる差別偏見を含む表現によって、社会の特定のグループに不快感を与えないために、公正かつ中立な表現をするための対策が求められていました。日本の社会の中でもクレヨンの肌色が薄橙色と表記されるようになったり、看護婦を看護師と呼ぶようになったりという変化がありましたよね。
ポリコレの影響のもと、映画制作会社や監督は作品におけるキャラクターの多様性を意識的に取り入れるようになりました。ポリコレの浸透によって多くの観客がポジティブな影響を受け、映画界全体がより包括的な方向に進んでいることは事実です。多様なキャラクターや文化背景が描かれることで、観客は他者の視点を理解しやすくなり、社会的な共感が育まれるという効果も期待されています。また多様な観点が取り入れられることによって、映画のテーマやストーリーに深みが生まれるとする意見もあります。これによりポリコレは単なる多様性の確保にとどまらず、映画の内容を豊かにし、エンターテインメントとしての質の向上に寄与する側面も持っていると言えるでしょう。しかし一方で、ポリコレの推進によって映画制作の自由が損なわれるという意見も一部で存在します。ポリコレの要求が過剰になると、作品が意図するテーマやキャラクターの描写が制約を受けると懸念する声も少なくありません。特に物語の歴史的な背景や文化的な正確さが歪められ、多様性を重視するあまり不自然な設定やキャスティングが行われる場合もあります。このようなケースでは、観客が作品の意図を十分に理解できず、逆に批判の対象となることもあるのです。例として2021年公開のマーベル映画エターナルズでは、 LGBTQ+ を背景に持つヒーロー、アジア系やメキシコ系の女性、聴覚障害を持つヒーローなど、多様性豊かなヒーローたちが集結しました。また2022年公開の実写版ピノキオでは、白人キャラに有色人種がキャスティングされたり、アニメ映画バズライトイヤーでは女性同士でキスを交わすシーンが描かれたりと、ある意味多様性が不自然に強調されているとも見えるような作品がいくつも登場しました。多様性という視点で見ると素晴らしい働きに感じるかもしれませんが、実際の視聴者からはポリコレを意識しすぎて違和感があるという声が散見されたのです。映画が過度に社会的なメッセージを帯びることにより、観客の中には娯楽としての純粋な楽しみを見出しにくくなるという声も上がっており、これが観客離れを引き起こす要因にもなり得るでしょう。スターウォーズは差別作品？映画界のポリコレ問題に賛否が集まる中、ジョージ・ルーカスの代表作の一つであるスターウォーズシリーズも例外ではありませんでした。当初、白人俳優が多く出演していたスターウォーズシリーズは多様性の欠如を指摘されます。しかしルーカスは作品の意図や制作背景を踏まえつつ、自身の考えを再三にわたり説明してきました。スターウォーズに登場するほとんどのキャラクターがエイリアンであり、それ自体が多様性を表しているとして反論しているのです。また劇中にドロイドやロボットに対する差別的な扱いが描かれており、これは現実世界の人種差別問題を反映していると説明しました。すべてのキャラクターが平等であり、人々が互いに受け入れ合うことが重要だと、ルーカスは作品を通して人種差別撤廃へのメッセージを伝えているのだそう。そもそもスターウォーズが初公開された1977年当時は、現代ほど人種の多様性が重視されていませんでした。ルーカスはアメリカの人種構成やキャスティング事情を踏まえ、作品の可能な範囲で多様性を確保することを目指していたと主張しています。彼のキャスティングには、物語の重要な鍵を握る人物にブラックアメリカンと呼ばれる黒人系の俳優を起用するという工夫がされているのです。またプリンセスレイヤやクイーンアミダラといった女性キャラクターが強い意志を持ったリーダーとして描かれ、外見や性別に関係なくヒーローとしての力を体現する姿が描かれています。これによりスターウォーズの世界観には初期作品から多様性が意識されていたとルーカスは説明しているのです。しかしルーカスはスターウォーズシリーズを制作する上で、自分が自由に物語を展開できないというジレンマに直面していました。ポリコレ問題の他にも、シリーズのファン層が増えるにつれ、ファンの期待と自らのビジョンの間にギャップが生まれ、彼にとってプレッシャーが増していたと言われています。このような要因も相まって、2012年、ルーカスは自身の制作会社ルーカスフィルムをディズニーに売却したのです。その後、スターウォーズシリーズの続編制作を主導権はディズニーが握ることとなり、さらに多様なキャスティングを進めていきました。特にフォースの覚醒では女性主人公のレイが登場し、他にも異なる背景を持つキャラクターが加わり、作品は時代の価値観を反映した多様性を見せています。この変化は多くの視聴者や批評家に評価される一方で、
伝統的なファンの一部からはオリジナルのスターウォーズの意図から逸れているとして批判の声も上がっています。この変化に対してルーカスは、スターウォーズはもともと子供たちに人生の教訓を伝えるために制作した作品です。多様性を気にしすぎるあまりスターウォーズの世界観に浸れない、これまでのようにこの作品を楽しめなくなってしまったと述べました。ポリコレを考慮するあまり作者の構想から離れてしまっては本末転倒です。現代の価値観と作品の調和を目指していかなければなりません。無知で無礼な警告人を返り討ちにするジョージ・ルーカス。2024年5月、第77回カンヌ国際映画祭のクロージングセレモニーで名誉パルムドールを受賞することが決定したジョージ・ルーカス。スター・ウォーズシリーズにおいて9つのエピソードからなる物語を通してハリウッド帝国を築いたこと、視覚効果業界のパイオニアの一人としてテクノロジーへの揺るぎない情熱が受賞の理由になったそうです。2023年、ルーカスが制作総指揮を務めたインディ・ジョーンズと運命のダイヤルが同映画祭でワールドプレミア上映されたことがありましたが、その際は彼の姿がなかったため、今回のセレモニー出席は大きな注目を集めることとなりました。これほど世界的に称賛されたスターウォーズですが、実は日本の文化がルーツだと彼は語っています。過去にルーカス氏はある友人に連れられて日本映画7人の侍を見た際、日本の時代劇や黒澤明氏の作品に大きな衝撃を受けました。その後、黒沢映画や日本の神話から受けたインスピレーションをもとに作られたのがスターウォーズだったのです。特にエピソード4は時代劇や黒沢明の影響が強く現れていて、宇宙戦争や冒険活劇でありながら内省的な一面を描く物語を目指して作り上げたそうです。時代劇の時代を由来としたジェダイという名前を付けたことは映画界でもかなり有名な話となりました。黒澤明や日本の文化に影響を受けて生み出されたからこそ、スターウォーズシリーズは日本でも大ヒットする作品になったのでしょう。そんな中、ドビュッシー劇場で行われたインタビューで驚くべき質問が投げかけられたのです。我先にとルーカスに質問を投げかけたのは警告人記者。作品に黒人を起用していないことが人種差別だと日本で言われたことが世界中で拡散されていますね。人種差別に過敏な日本人はあなたの作品をけなしています。突然の反日的な質問に気分を害したルーカスは激しく反論しました。私の作品が世界中でポリコレに配慮していないと批判されているのは知っている。しかしそれは日本以外でのことだ。日本のファンからは一度も人種差別だと言われたことはないのだが、その情報は一体どこから発信されたものなのだろうか。そもそもスターウォーズの世界は人間やエイリアン、他の惑星の住人や部族、その全員が平等な存在であることが重要だ。それなのにそれのどこが人種差別というんだ。作品の内容をきちんと理解した人であればそんな発言はしないはずだ。ルーカスの反論に対して警告人記者は負けじと質問を続けます。でも出演者に白人ばかり起用していることは揺るぎない事実ですよね。それでもまだ差別はないと言い切れますか。これに対してもルーカスは、制作当時アメリカの人種構成の 80% 以上は白人だった上に、今のように世界中から簡単にキャスティングできる時代ではなかった。そもそも登場する大半がエイリアンであるこの作品で差別することの方が難しいよ。このことを一番理解してくれているのが日本のファンだ。警告人のあなたには理解が難しかったかな、とやや煽るような反論を見せました。返す言葉もない様子で黙り込んでしまった警告人記者。真のポリコレを理解した上でスターウォーズを楽しんでくれる日本に対して、より一層好印象を持ったルーカスでした。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。きちんと作品の意図を理解せず差別だと判断するのは良くないね。その点日本人は作品を通して様々な価値観を受け入れていて、とても差別に過敏とは思わないよ。何に対しても差別だと騒ぎ立てる人ほど差別意識が強いわよね。行き過ぎたポリコレのせいで作品は面白くなくなるし、日本には旅行で行ったことがあるけど差別的な視線を感じたことは一度もなかったよ。日本の学校では人種差別に対する歴史もきちんと学習する機会があるらしいから、スターウォーズを見て差別だと感じることはないはずだよ。
そもそも現代の価値観で過去を査定するような考えにならないからね。確かに日本人が差別的な発言で外国人を攻撃する姿は見ないかもしれないけど、口に出していないだけで冷ややかな視線を感じることは多いよ。多数決で物事を決めたり、みんながいいと言えばいいと感じるような価値観の日本に、外国人がいるだけで、ある意味すでに差別が始まっているようなものかもしれないね。和の要素を SF 映画に取り入れるなんてかなり大胆に思えるけど、全然違和感なく楽しめたよ。まさか洋画を通して日本文化に触れることができるとはお得な気分だよ。しかも世界中で大ヒットしてるんだから、日本人も誇らしいだろうね。いかがでしたか？スターウォーズという超大作を生み出したジョージ・ルーカス。彼の発言にもあるように、スターウォーズはエイリアンなど生物的な枠を超えて、その平等性の大切さを教えてくれた作品でしたね。多様性については日本でも改めて重要視され始めています。この話題をきっかけに、スターウォーズシリーズがまた注目され、作品を通して日本文化を感じる人が増えるといいですね。今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。